ここが俺にとって本当に心から笑える場所なのかもね。俺が逆の立場でも当然警戒するだろうし。こんにちは。帰ろうとしたら面白そうな話が聞こえたから。情報屋としては耳に入れておきたいと思うのは当然でしょ。それに隠しておきたい話ならこんなところで話す人なんていないだろうし。
バッチリ聞いてたよ。君が言ってたの全部。そういうのは直接言ってくれたらいいのに。もちろん俺のことよく分かってるね。今のは俺の独り言だから気にしないで。また今度一緒にランチでもしよう。ねえ、一つ言い忘れてたけど、俺は